立地審査制度を見直して東海第二のような原発は立地を認めない、そういう審査が必要ではありませんか。電力会社は一体いつの間に海外処分の方針を変えたんだ。いざという時の避難計画も作れない、廃棄物も海外に丸投げ、その上小型炉の開発など新たに原発依存を強めるのは言語道断だ。皆さんは大島健二先生という原発の専門家をご存知ですか。著書に原発はやっぱり割に合わないや原発のコストなどがあります。その先生が時間いっぱいに鋭い質問ばかりでした。素晴らしい。たくさん時間をあげたいと思わせた質疑を見てみましょう。日本共産党の山添拓です。2021年3月18日水戸地裁は東海第二原発の運転を認めない判決を下しました。30キロ圏内に94万人が暮らす全国で最も人口密集地帯にあたる原発であることを踏まえて、実現可能な避難計画及びこれを実行しうる体制が整えられているというには程遠い状態だと断じました。224人の原告をはじめ周辺地域の多くの方の実感も同じであろうと思います。何しろ14市町村のうち計画が策定されているのは5市町にとどまります。内閣府に伺います。東海第二地域の避難計画は完成の見通しはあるんでしょうか。内閣府松下大臣官房審議官。現在茨城県や関係省庁が参加する東海第二地域原子力防災協議会の枠組みのもと、避難先施設や避難車両の確保、要支援者の対応など各種課題について関係自治体等と検討調整を進めているところでございます。現時点においていつ頃までに完成するというような確たる見込みが立っている状況ではございませんが。どういう課題があって遅れてるんですか。大変対象人口が多いということでありますことから、避難先の確保でありますとか避難所の確保等さまざまな課題について検討しているところでございます。高齢者など2万人がバスで避難するという想定ですが、そのための 4,500 台のバスの確保すら見通しがないといいます。2015年3月に茨城県が広域避難計画を策定してからすでに7年近くが立ちます。完成の見通しすら立たないのは完成できないからに他ならないと言わなければなりません。判決は実現可能な避難計画が策定され、これを実行しうる体制が整備されていなければならないとしています。一般論で構わないんですが、これは政府も同じ認識ですか。私どもは原子力防災担当する部局でございますので、原子力施設が立地する地域につきましては、もちろん当然に万が一の時には機能しうる防災体制ということでしっかりと目指して検討しているところが、東海第二地域の場合、策定済みの5つの自治体の避難計画も大地震などとの複合災害を想定していないなど実現可能性に疑問があります。避難計画を含む緊急時対応は法律上審査や許可の仕組みがありません。避難計画の実現可能性、またこれを実行する体制の有無を政府としては保証できないということですね。政府としましては防災基本計画に基づきまして、関係省庁と関係自治体が参加する地域原子力防災協議会において、避難計画を含む地域の緊急時対応について原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であることを確認するとともに、原子力防災会議で了承する、そういった仕組みになっているところでございます。そういう仕組みになっているということなんですけれども、しかし実現可能性がないではないかと指摘されたわけです。ちょっと具体的に聞きますけれども、東海第二の地域協議会の作業部会、直近で開かれたのはいつですか。わからないならわからないと答弁してください。申し訳ございません。作業部会の直近の開催地については、ちょっとただいま資料を持ち合わせておりませんで分かりませんけれども、検討は進めているというところでございます。1年半近く前なんですよ。ですからこの判決を受けても協議会は開かれず、対応についても検討されていないのですね。判決の中では住宅が損壊したらどうやって屋内退避をするのか、それが避難計画上は書かれていない、こういうことも指摘されています。政府は自治体と緊密に連携しているというわけですけれども、緊密に連携し具体的に検証していればこういう避難計画にはならないはずなんですね。規制委員長に伺います。原子力委員会が1964年に策定した立地審査指針は、重大事故の際に放射線被害を与えないために原子炉から一定の範囲を低人口地帯としていました。今の新規制基準では原発周辺の人口は考慮していませんけれども、人口密集地で避難計画が作れない場所は、これは立地に問題があるというべきではないでしょうか。立地審査指針を見直して東海第二のような原発は立地を認めない、そういう審査が必要ではありませんか。池田委員長。その原子炉を立地審査指針、当時これは1964年ですか、この指針に照らして、課議長が審査をして立地について、
認めたという形になっています。でこの時に想定した重大事故であるとか仮想事故というのはその古い立地指針に基づくものですけれども、私たちの新規制基準の適合性審査では同じ用語を使っているので混乱されますけれども、重大事故、これはきちんとシナリオを考えた重大事故についてその安全機能が機能するかどうかというような審査を進めています。でその上でご指摘の上に人口について考慮しているわけではありません。で防災対策に関してはこれは先ほど申し上げたような審査でどれだけ対策を尽くしていたとしても重大な事故は起きるものとして考えるのが前提ですので、立地指針との関係ではなくてもその防災に関しては独立して考えられるべき。ところがその独立して準備をするべき避難計画がこれだけ長期間を経てもできないわけですね。できない地域があるということが浮き彫りになってきていると思うんです。これ人口密集地だけではなくて地理的条件、自然的条件によって避難が難しいところもあるでしょう。水戸地裁の判決はどれだけ人口密集地帯でも避難計画の策定によって被害を緩和できるというのは疑問だということも指摘しています。実現不可能な避難計画は幻想であると、これは私は認識するべきだと指摘したいと思います。で続いて別のテーマですけれども、放射性廃棄物の輸出解禁の動きについて伺います。東電福島第一原発をはじめ今後多くの原子炉が廃炉となります。その際に生じる放射性廃棄物についてはこれまで国内処分が原則とされてきました。まず外務省に伺います。放射性廃棄物等安全条約の前文11項でも国内処分が原則とされていますね。外務省大臣官房池松審議官。そこには放射性廃棄物はその管理の安全と両立する限りそれが発生した国において処分されるべきものであることを確信しつつ、特定の場合、特に放射性廃棄物が共同事業により発生する場合にはいずれかの締約国の施設をその他の締約国のために利用するという締約国間の合意によって、使用済み燃料及び放射性廃棄物の安全かつ効率的な管理が助長されうることを認識しと、こういうことが書かれております。また、よろしいでしょうか。また、同じ条約の第27条、これは国境を越える移動について規定をしております。で、この第27条に定められた要件に適合する形で、放射性廃棄物等を国外に輸送することは、この条約上認められております。経産省に伺います。経産省のホームページでは、外為法に基づき、放射性廃棄物は原則として輸出できないと書かれています。間違いないですね。経済産業省貿易経済協力局和樹貿易管理部長。放射性廃棄物の輸出につきましては、放射性廃棄物等安全条約のルールを遵守するため外為法上承認対象となっております。で経済産業省においてはこの国際条約を誠実に履行するとの観点から、この外為法の運用通達においてですね、放射性廃棄物を原則として輸出承認しないということとしております。でこれまでに放射性廃棄物の輸出を承認した実績はないところでございます。原則国内処分で過去に例もありません。ところが今度のエネルギー基本計画では従来の対応を180度変える方向性が示されました。国内で処理が困難な大型機器について輸出が可能となるよう必要な輸出規制の見直しを進めるとあります。資源エネルギー庁に伺います。なぜ方針転換するのですか。松山部長。原子力発電の商業用炉のうちすでに24基が廃炉を決定しておりまして、今後我が国における廃炉の数は増加していくことが見込まれるところでございます。これを実施していくためには安全かつ円滑にこの廃装置を実施していくことが重要なわけでございまして、このそのため昨年2021年3月の審議会総合資源エネルギー調査会原子力小委員会の場におきまして議論を行いました。それの中で他国から放射性廃棄物を譲り受けて受け入れて有用物質の資源として再利用していること等の海外の事例もございますことから、廃炉に伴い発生する放射性廃棄物のうち国内に専用の処理設備がない大型機器については豊富な経験を有する海外事業者への処理委託を可能にするということで円滑な廃炉を進めていくことが適当ではないかという考えのもとで必要な制度の運用見直しを進めていくことをお示しし、この審議会の中で特段異論がなかったというところでございます。これを受けまして現在その外為法の通達運用通達においては
国際条約に従い、相手国の同意を前提に有用資源として安全に再利用される等の一定の要件を満たす場合にのみ、例外的に輸出を可能とするための見直しを検討しているところでございまして、昨年の10月に策定しました第6次エネルギー基本計画の中でも、この必要な輸出規制の見直しというものを期待、記述したところでございます。今回のこの検討案というものは、この検討している案につきましては、放射性廃棄物の国内処分を基本としつつ、円滑に廃炉を進めるために必要な見直しであるというふうに考えておりまして、関係省庁との調整等を踏まえて、慎重に検討を進めてまいりたい。しかし、慎重に検討されたとはとても伺えないような経過があるんですね。NHKにもう一度伺いますが、国内の廃炉が決まった原発で、放射性廃棄物の海外処分を決めているものというのはあるんですか。現時点ではまだありません。東京電力にも伺います。福島第一原発の廃炉プランでも、放射性廃棄物は基本的には保管し管理していくという方針ですね。小早川参考人。福島第一原子力発電所の廃炉で発生する放射性廃棄物につきましては、処分方法が決まるまでの間、当社が責任を持って安全に保管管理する方針としております。資源エネルギー庁にもう一度伺います。このエネルギー基本計画にいう輸出規制の見直しの対象には、福島第一原発の廃炉に伴う廃棄物も含まれるんですか。現時点では想定してございません。エネルギー基本計画では否定をしておりませんが、想定はされていないという話でした。ただ、先ほどエネルギー庁からも答弁いただいたように、電力会社は東電も含めて、海外処分などという方針を今持ってないんですね。でところが、資源エネルギー庁の原子力小委員会、2019年4月23日の会合では、国と事業者が今後検討する取り組みの具体例として、大型金属などについて、海外の事業者に処理を委託するという項目が入りました。電力会社は一体いつの間に海外処分に方針を変えたんですか。現時点において、判断できる状況にはないと考えております。また、当社といたしましても、この、廃棄物の処分にあたりましては、その時点の法律、規制に基づき、適切に対応する、対応してまいりたいと考えております。必要もないのに始めようとしているというんでしょうか。2020年7月2日、安倍内閣の梶山経産大臣と電力各社との意見交換会では、九州電力社長で電気事業連合会会長の池辺氏が、大型金属の海外処理について必要な対応を求めて、大臣は必要な検討、取り組みを促進すると表明しています。これは NHK に伺います。電力会社から求められたのですか。そもそもこの、廃炉措置を安全かつ円滑に実施するということは、大変重要な課題でございます。実際に、廃炉が決まった発電所をずっとそこに存置していくわけにもいかない。一方で、国内に、これをしっかり専用で処理できる装置がないというときに、どういう形でこの廃炉作業というのを進めていけばよいかということは、これは政府もそうでございますが、電力事業者の方々も含めて真剣に考えなければならないところだと思っております。その中で特に大型の機器の部分につきましては、具体的な検討として何を考えていくかと、さらに言うと、海外ではアメリカはじめいくつかのところでですね、こういった事業をやってらっしゃるビジネスも存在します。そういうことを想定しつつ、私どもとしては産業界とともに必要な制度対応というのは検討しているところでございます。電力会社から求めがあったかどうかについてはお答えがありませんでした。毎日新聞の記事です。今の梶山大臣と電力各社との意見交換会に先立つ2020年4月の出来事として報じられております。米国エネルギー省の次官補が経産省幹部に電話し、低レベル放射性廃棄物の受け入れ、つまり日本からの輸出を持ちかけた。その受け入れ先としてユタ州のエネジーソリューションズ社を挙げ、日本からの輸出の実現についてできる限り支援したい、日本政府にも支援してもらいたいと求めたとあります。個別の民間企業の事業ですとか、外交上のやり取りに関わる話についてはお答えを引き返させていただきと考えてございます。これは大臣も8月10日の会見で、具体的にはアメリカを想定しているのだと、米国との間でしっかり連携していくと述べています。米側から働きかけがあったというのは事実なんですね。繰り返しになりますけれども、国内処分が原則だとしていたものを変えるわけですよ。外交上のやり取りを理由に、放射性廃棄物の安全性について国民に対する説明を投げ捨てるのですか。改めてご説明申し上げますと、この廃炉措置を円滑に進めていくために、どのような形で電力事業者と政府と一体となりながら、2020年4月の電話協議の記録を調査会に提出していただきたいと思います。理事会で協議お願いします。はい、合区理事会で協議いたします。
これは輸出というよりお金を払って引き取ってもらうということです。米国企業は廃炉ビジネスで儲けようとし、日本の電力会社は国内処分の見通しがない中、これ幸いと乗っかるということです。 NHO に伺います。輸出の可否について法改正によって基準を示すということは予定していますか。放射性廃棄物等安全条約全文でございます。放射性廃棄物はその管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきと、そういう理念が示されているわけですね。一方で同条約27条で、相手国の同意を前提に一定の要件を満たす場合のみ、輸出が可能とされているというところでございます。そうした中で経済産業省においては現時点ではですね、外為法の運用通達において放射性廃棄物を原則として承認しないということになっているわけです。そうした中で先ほどありましたエネルギー基本計画の中でその見直し、すなわち輸出運用通達ですね、の見直しをですね、検討しているというところでございます。したがって法改正ではなくですね、この運用基準、つまり条約の成立履行の範囲でですね、今検討が行われているということで、通達だけでお茶を濁そうとしているわけです。しかしこれ通達で見直して承認するかどうかというのは経産大臣の責任になるわけですが、経産大臣にはその安全性の審査ができるわけではありません。国内処理の技術的な課題、処分場をめぐる政治的な課題、あるいは経済的な負担と比べれば海外輸出の方が安上がりだとして安易に認めていくことにもなりかねません。今日この調査会では技術継承ということもお話ありましたけれども、技術を継承する、あるいは発展させていくどころか、はなから海外に依存しようということでもあります。規制委員長に伺います。原子炉等規制法では放射性廃棄物の保管や運搬は規制委員会の確認事項です。輸出についてその安全性を規制委員会が審査する、そういう規定はあるんでしょうか。原子炉等規制法におきまして放射性物質の輸出に関する規制は行っておりません。規定はございません。山添拓君。本来規制委員会が厳格に審査して確認するべき保管運搬廃棄を通達の改定で簡単に広げを認めようとしているのが現在のこの輸出規制の緩和の問題であります。でそしてこれは一旦この方向に踏み出せば通達の改定によって輸出の対象をどんどん拡大しかねないと指摘しなければなりません。東京電力福島第一原発の廃棄物についてもその対象に含めていく、そういうこともあり得るかと思うんです。規制庁としてこれは対応すべきことではありませんか。まず現在検討されていると伝えられているものを、キャスクであるとか蒸気発生器、給水、要するに金属として緩く汚染したものの汚染を取り除いてこれを溶かして再利用するというような目的のものであろうと思いますけど、これについてまだ具体的な協議を受けているわけではございません。で私たちも報道を通じて知る限りにおいてこの件について承知をしているところであります。そして両国間の了解であるとか、それから現実的に考えて東京電力福島第一原子力発電所から発生するよりその放射能濃度の高いものに関して、これがその国を国境を越えて移動するというようなことは現時点で想定はしておりません。想定はしていないと言いますけれども、その道に一旦道を開けばこれは際限なく拡大しうるということを私は指摘しなければならないと思うんです。そのような場合、まず東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業はその実施計画の認可を通じて私たちは監督監視をしているわけですので、そのような計画が仮に東京電力から提案された場合にはこれについては厳正に審査をしていく形に審査をしていくことになります。放射性廃棄物の最終処分を担う NIU も今日議論にも何度か出てきました原子力発電環境整備機構ですが、そのホームページには日本で発生した放射性廃棄物は日本国内で処分することが原子力先進国としての責務だと書かれているんですね。自ら責務と語ってきた国内処理がこれやっぱりできないと開き直って、でしかも国民的な議論がほとんどなされないまま輸出に道を開いていく、でこんなに無責任なことはありません。いざという時の避難計画も作れない、廃棄物も海外に丸投げ、でその上小型炉の開発など新たに原発依存を強めるのは言語道断だということを指摘して質問を終わります。